通学校いつ復活させてあげればいいの？この後ぐらいかな。さあ始まりました SAO アリステーションオーブアンダーワールド年末アベマスペシャル、イエーイ。私ですね、本日 MC を務めます、今回出てないんですけどね、友情役の柴崎信長です。よろしくお願いします。友情いやいや、どうぞ戸松さんから。では、はい、浅野役の戸松遥です。イエイエイエイ。はい、そしてアリス役の茅野愛です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ロニア役の近藤玲奈です。よろしくお願いします。はい、ティーゼ役の石原香里です。よろしくお願いします。そして、はい、こちらですね、こちらが松岡義嗣さんです。あ、顔あらぬ、ね、どこを見ているんだ。何も映っていない瞳をしているけど、うん、そうだね、やっぱ今もまさかキリトと同じやっぱ心情に役作りよね。そうだね、形から入るっていうのもね、うん、大事だしね。そうだね。でもやっぱり剣を持ってるから、うん、すごい安定してる感じを隣から感じる。意志は感じますね。そうだよね、うん、大丈夫なはず、うんうん、今日はそういう感じね。 OK、うん、OK 今日の義嗣はキリト状態で、うん、進めるので松岡さんはほとんど喋りませんって台本に書いてあります。すごいよね、はい、なるほど。逆に言うと多分喋っていいのかっていう葛藤もあるかもしれない。そっかそっか、いろいろ葛藤してるかもしれない。だからもしほら剣をさちょっと貸してってなったら、あ、わかんないよ。ちょっと後でなんかさ、うん、隙を見てちょっと。あの第1話で、うん、僕じゃないっすでも。あ、そうだね。僕よく知ってる、うん、なんか僕の生き別れの双子みたいな存在な人が、うんうんうん、SO の1話に村人の役で出てたんですよね。光、うんうんうん、光秀さんが、うんうん、はい、光秀くん来た時嬉しかったよね。うん、あ、どうした。急に一つでもできるの？自然な反応はできる。そうだね。よかったね。ちょいちょい反応が出てるね。OK。じゃあちょっと義嗣君と意思疎通ができるのも分かったところで、うん、ね、番組を進めていきたいと思います。今夜ついに SAO アリステーションオーブアンダーワールドのバーストクールが最終回を迎えるということで、その見どころをお伝えしつつ、アニメの最終回本編後には SAO から全世界初解禁の情報を大公開したいと思います。本当にね、今日盛りだくさんの内容で本編の応援も含めお送りいたしますので、最後までどうぞお見逃しなくよろしくお願いします。お願いします。さて皆さん、うん、いよいよね、前半戦最終回も目前でございますが、そうだね、どうですか、ここまでやってきてご心境の方は。結構ね、今急にちょっと動きがあったから信長くんの声にちょっと答えようとしてくれたんだ。答えようとしたんだ。信長の声を聞いてね。口が動いてる、ちょっとだけ聞きたい。リズリズって言ってる。リズ出たよ出たよ、制裁より先にリズを出すって出たよ。いや、そこはやっぱキリトとしての役作りというよりは松岡義嗣としての、うん、そうそう、ね、思いがね、まあ、最近やってるのもね、確かに、キリトの気持ちになるのと松岡君の気持ちが、そうだね、今松岡義嗣が出てきた瞬間、うん、ね、あ、歌いてる、すごい、あんまり見たことない顔してますね。いい顔してたね、今ね。義嗣でも最終回楽しみだよね。そうだよ。めっちゃ喋ってるわ。これならやっていけそうな気がする。よかったよかった。はい、ということでね、進めていこう。うん、もうね、義嗣も出活してきたんで、はい、ぜひね、この放送をお楽しみください。はい、ということで。あれ、なんか、あれあれあれ、さっきまで喋ってたよね。喋ってたね。普通に、モード入っちゃってるかもしれない。あ、そっか、モードがね。多分、魂がね。そっかそっか、叫び出したんだね。叫び出したの、うん、映像を見るとやっぱちょっともう抑えられない。そうだ、モノローグだったんじゃない。あ、そういうことか。そういうことだ、心の声がそういうことだ、超えてたのかもしれない。魂があの場にありますからね、うん、敵も味方も。そうなんですよね。いつ見ても鳥肌が。いや、本当に何回見ても、ね、松岡君もどうだったの。ナイス。はい、
かった。ということでですね、いやいや頑張ってるよ吉君。頑張ってるよね。だって俺たち声優だよ。声優から声を奪われてんだよ今。そうだよね。どうしろって言うんだよ。切ない人たちがね。結局さ、そのエルドリエがさ、そのね、あの犠牲になったのってさ、結局あのオーク族のさ犠牲があってでしょ。もうあのイケメンの本当にもう豚さんたちがイケメンの豚さんたちめちゃめちゃ綺麗な目してる。そうそう、まあ、確かに確かに。すごい綺麗な目してるよね。イエス。ちょっと食い気味だった。記憶だったりね、いろいろやっぱりアリシゼーションのやっぱ最初のプールのお話を思い出すよね。すごい松岡くんからも寂しそうな悲しげな悲しそうな、でどうだよ質が飛んだいって言ったんだけど、もう言葉がないって言ってるのをそのまま表情で、心も体もまさにボロボロです。あんま見たことない顔してるもんね。確かに。ということで、ちょっとなんか一瞬あれってなるよね。そうなんです。雰囲気もなんかすごい明るいもんね。そうそう、そうですね。うん、らうらで、ね、あれですね。これ参加できないですかね。なんか。なんだかそうか。わかんない。よく聞こえなかったけど、寂しいってことを今。ああ、そっか。あの、ちょっと今つまんないみたいな顔をしてたから。僕参加できないのかなみたいなことをね、もしかしたら。そろそろ。再会できたら。そろそろ。そうよ。そうですね。そろそろ起こしてみない。あ、やってみるか。確かに。見る？剣を取ってみるとかどう？あ、ジェンガみたいになんかなんか。そうそう。寝て、ぐらつく感じ。精神に働きかける何かをするしかないと思うんだよね。どうかな。そうね、何か あとは信長くんがいるから、うん、信長くんちょっとやっぱ信長の声じゃないと反応しないわ。かった。じゃあその前に一回アスナの話聞こうか。アスナのワークショップだね。僕に準備時間ですね。でもアスナもそうよ、久しぶりにやっとそうよ、ヒロインやっと登場だからね。しかもずっと現実世界で裏方側で頑張ってた人がやっと表舞台にっていう状態になったんで、まあそんなほっこりなところを見てきましたけど、はい、まあキリトがねこう動かない状態だからこそこの女性陣がどんどん立っていくみたいなところもありまして、でまあそんなシリーズの中にも先ほどちょっと癒しな感じありましたけど、まあまた SAO ならではのまあ癒し会と言えるべきものをご覧いただきたいと思います。こちらどうぞ。松岡君いつ復活させてあげればいいの？この後ぐらいかな。来ると思った。また溜まったぞ。また戻った。すごい今回タイミング良かった。タイミングバッチリじゃん。アスナ冷静や。